風吉が、まず1曲歌いますね。山津巡る。大地を濡らした雨はやがて川となって海へと注いでゆく。海は雲を作り、雲は旅をして、雨となって大地に帰ってくる。海は雲、雲は雨、雨は川、川命の旅、すべては同じ、一つのもの。僕は食卓に野菜を運び、野菜は青虫もかじろうとしている。虫は鳥たちにパクリと嫌だね。鳥は君の口に飲み込む。祭典のブースで
歌ってます和義です。次はですね、マッキーを呼んでみたいと思います。マッキーはですね、手話アーティストとして、活動を始めまして、最近僕とよくコラボをやらせてもらってます。で彼女の、手話が、歌と一緒に、ね、お届けしてみて、どんな風に伝わるかと、いろんな人に、聞いてもらいたいっていう、彼女の気持ちで、そう、つぼみという曲をね、手話を入れてやってみたいと思います。はい、はい、じゃあつぼみやってみます。お日様をよぎってゆく、あの雲は誰のもの、砂あの波は誰のもの、教えてあなたが心から大切で守りたいものは何、守りたい人は誰、この星で生きる僕ら、この星は誰のもの、この酒が戻る、この川は誰の川、この森で歌う小鳥、この森は誰の森、いつから僕らは幸せを独り占めできる。心から大切で
ず花のようなこのつぼみは誰のもの誰のありがとう。はい、じゃあもう一曲、ちょっとね寒くなってきたと思うんで体が動き出しそうな曲をやってみたいと思います。まあその名もズバリ種まきソングっていうんですけども、これはですね、これもマッキーの手話がつきますけども、簡単なサビの繰り返しがあります。種をまこう、2回、それから愛をまこう2回ありますけども、これね一緒にやると、ダンスみたいな感じでね、楽しいかと思うんでちょっとマッキーにやってみてもらいますけども、はい、じゃあ種をまこうどうやりますか。種をまこう、皆さんよかったら種をまこうって、はい、はい、これ2回やります、ね、はい、で愛をまこう、はい、これは愛っていう手話こうです。愛をまこう、みんなに愛をまきましょうっていう、渡しましょうっていう手話です。簡単なのでこれだけ覚えてみんなでやりたいなと思います。はい、これあの手話なんですけどね、一緒にやってみると、曲に合わせてやってみるとダンスみたいな感じで、はい、すごく楽しいと思います、うん、で覚えて帰ってもらってですね、はい、ね、で、ダンスなのに人に伝えられるっていうね、はい、お得な感じです、はい、はい、楽しくじゃあ、種まきソングやってみたいと思います、はい、よかったら皆さん一緒に種をまこう、愛をまこう、一緒にやってください。お願いします。はい、
Thank you.